皆様こんにちは、バイオリンの大谷康子です。8月31日午後2時からオペラシティコンサートホールでクラシックリードの演奏会をいたします。これは東日本大震災、これは本当に大変な災害でしたけれども、みんなで応援して盛り立てていこうというコンサートです。それと同時に今回は皆様もご存じのように新型コロナウイルスの影響で世の中が大変な状況になっております。そこで私はグリーグの感謝という曲を心を込めて演奏いたします。これはみんなで我慢している人たち、そしてまた医療従事者の方やライフラインを支えてくださっている方々が頑張ってくださっているからこそこうやって生活できているわけです。感謝を心を込めて演奏いたします。また他に大好きなリヒャルト・ストラウスのモルゲンを森牧さんのソプラノと、そして伊藤祐樹さんのチェロとは今年周年のベートーベンの二重奏曲を演奏いたします。皆様ぜひいらして聴いてください。会場でお会いできることを楽しみにしております。